ということで、ここまでがアルゴリズムの書き方で、以上のことを踏まえてですね、この長さ k ワードの多倍調整数 a と b の加算っていうのをこう書き下してみましょう。一応数式で表すと、a、b と c、入力の a と b がこういう形をしていて、c が最後こういう形を得るという形になっておりました。で、これを、その先、今述べました疑似コードで表したのが次のアルゴリズムです。まず、アルゴリズムとして名前としては、ここでは多倍調整数の加算括弧 AB というふうに書きました。で、入力として、多倍調数 A と B が与えられております。でさらに、出力としては多倍調数 C で、C は A プラス B を満たすようなものであるというふうに定められています。で、処理を、一つ見てみますと、まず1行目で、ガンマ0というのに0を代入しています。で、次に、2行目がフォア文ですね。i が0から k マイナス1まで次の処理を繰り返しなさいと。で、どういう処理かというと、ai プラス bi プラスガンマ i を、ci、結果を ci ですね。それから桁上がりをガンマの i プラス1に代入しなさいという、これは先ほど述べました、その1ワードの加算の手続きにのっとって述べ、書いたんですが、こういうことをします。で、この2行目の for文が終わったら、最後、c0 から ck-1 を並べた多倍調数をリターン文で返して終了ということになります。このですね、先ほど図で表したこの処理を疑似コードで書くとこうなるというところをまず押さえていてもらえればと思います。そしてもう一つ注意なんですが、この1行目のガンマ0に0を代入するっていうのは一体何でですかっていうことですね。ちょっと見てみましょう。こちらの図の方で見てみます。この図で見てお分かりになるように、この2行目、アルゴリズムの2行目でフォア文で行っていた各桁の加算ですね。これは各桁の加算を行ってから、その1つ下の桁の桁上がりを加えるという操作を行っておりました。この部分ですね。アルファ i プラスベータ i プラスガンマ i ですね。で、これ実は i が0から k マイナス1まで繰り返すので、i が0の時の状況を見ると、この i が0の時は a0 プラス b0 プラスガンマ0っていうことで、本来、この一番下の桁っていうのは下からの桁上がりがないことになってるんですけれども、アルゴリズム上は、この下からの桁上がりを拾ってくることになっています。ですので、ここで一応ガンマ0に0を代入しておいて、その一番下のさらに下の桁上がりはないんだけど拾ってきますということを、アルゴリズムで矛盾がないように、ここに記述しているというところに注意してください。ここまでいいでしょうか。はい。ということで、今回第3回なんですけれども、今回はまず符号なし多倍調整数の表現について説明しました。それから、この多倍調数の加法、加算をですね、この計算機で実現するために、使われる、CPU のレジスタの紹介、それから、あと多倍調整数の加算の原理の紹介をしました。で、あと、アルゴリズム、と疑似コード、それから主な制御構造について紹介した後に、この符号なし多倍調整数の加算のアルゴリズムの紹介を行いました。で、次回なんですけれども、次回はですね、計算量に関する話をしたいと思います。まず計算量の概念に関する紹介、でそれを踏まえた上で、多倍調整数の加算の計算量の見積もりについて紹介、説明します。で、あともう一つ後半では、その一変数多項式の表現、計算機上の表現について説明しまして、で、一変数多項式の加算のアルゴリズムと計算量について説明していきたいと思います。はい、ここまで何か質問ございますでしょうか。はい、それでは今日の講義はこれで終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。